リンのボーリングチャンネル。はい、皆さんこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様リンです。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。さっきまでスポーツジムの方に行ってまして、めちゃめちゃ筋トレした後、シャワー浴びてそのままちゃちゃってスキンケアして帰ってきただけなので、なので、加工アプリを使っています。ご了承ください。ちょっとね、またこれから、用事があるので、バタバタはしてるんですけどバタバタはしているんですけど、ちょっと報告が2つあるので、かかって皆さんにお届けしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。10分後には出ないといけないので、なるはやでいきたいと思います。じゃあ、1つ目からね、ちょっと風船を膨らましていきたいと思います。いきなりね、風船を膨らますのかよって感じですよね。そう、何をしているでしょうか。一つできた。もう一つ、ちょっと待って、滝山選手の風船吹き引きタイムのお時間ですので、ぜひゆっくり見ていてください。すぐ終わらしますので。できました。いきますよ。なんと、先日ですね、過ぎてしまったことではあるんですけども、なんと私、3月11日をもちまして30歳になりました。ありがとうございます。これが言いたかった。イエーイ。大丈夫かな、安定しないかな。はい、やっと30代になりました。いやー、早かったですね。また1年が、今年はね、本領を発揮しながらも、仕事でもね、たくさんの、YouTube を見てくださってる方が、他の SNS で私のツイッターだったりとか、Instagram を見てくださってる方が、一人でも心が救われるような、そういった存在になれるように地道に頑張っていきたいと思いますので、これからも、ぜひ陰ながら応援していただけたらとても嬉しいです。終わりです。はい。2点目ですよ、2点目。ここから本当に皆さんと一緒に共有して喜びたい。はい、ちょっと待ってね。なんと2日前
ぐらいかな、ホワイトデーの日かな、その前の日かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんとあの P リーガーの誰だと思います？誰だと思います？なんとちょっとやばいね、めちゃめちゃ情報が入ってるので、なんと私宛に ある封筒が届いたんですよ。はい、崎山院様宛てに、はい、なんだろうね、しかも宛名ですよ。 あの送り主がなんとですね、みんなピーリーガーファンびっくりすると思う。見て、本田霞江プロなんですよ。あと5分時間ください。そう、あの大中すみれプロのですねツイッターを私たまたまあのフォローさせていただいてまして、でたまたまその時にあのフォロワー達成、まあ、感謝記念みたいな感じでたまたま応募したんですよ。もうどうせ勝てないからなあの送ったところ、それがあの見事に当たりまして、インスタで上げた時の画像を受けとこうかな。そう、あの当たったんですよ。そう、当たって、それからあの、まあ、DM で少しやり取りさせていただいて、なんとウェアが当たりました。でもね、なんかウェアだけじゃないようなものも、なんかゴツゴツしたものが入ってる。ちょっと開けますね。選手のあのキリキリタイムでちょっと しばらくお付き合いください。OK。よし、開けたよ。開けた。いきますよ。なんだろう。私もまだ見てないです。いきます。一つ目からいこうかな。一つ目。じゃじゃん。あ、待って。どうしよう。どれからいこうか。あ、じゃあ分かった。ちょっと待って。ウェアちょっと見ちゃったけど、ウェア最後にしよう。二つ目、なんかちょっと一番大きいあの長方形みたいなやつ。いきます、せーの。あ、なに、あ、なるほどね、はい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 、あ、おそらく大中すみれプロが契約している、これは言ってたな、沖本コスメティック様、まあ、ビューティーガイドでしたはい、ちょっとこれ後でね、後で読ませて、カタログね読ませていただきます。あ、でも見て、これ多分大中すみれプロの、 あの直筆の手紙だと思うんですけど、あの見てねって書いてます。はい、見ます、はい、見ますので、はい、これはちょっと後であのゆっくりした時に読ませていただきます。はい、あ、すごいすごい、待ってよ、なんだろうか、これか、あ、待った、でもなんかちっちゃになってる、ウェア、ウェア最後ね、いきます、せーの。あ、なに、大中すみれプロと山田由紀プロさんですね。山田由紀プロと大中すみれプロですね。あー、素敵、2人とも私大好きなんです。あとね、見てもジップロックすごく丁寧に入っているんですけども、バッジだけじゃなくて、なんとシールも入ってます。シール入ってました、ありがとうございます。このね、あのプロからいただくシールすごく大切にしすぎて、どこに貼るか皆さん思いません？あ、私だけかな。あ、ちょっと見ちゃった。そうそうそう。ちょっとこれもね、大切に、後でちょっとどこに貼ろうか、どこに飾ろうか、あのじっくり書かせていただきます。ありがとうございます。はい、なんとその次、大鳥かな？いきますよ。やばい、あと3分で出たい。いきます。せーの。待って。せーの。ウェアが当たった、イエーイ、ありがとうございます。え、これちょっと大丈夫だと思う、まあ、読ませていただきますね。崎山様、この度は感謝企画へご応募いただきありがとうございました。ま
またいつもご縁ご声援いただきありがとうございます。一緒に投球させていただくのを楽しみにしております。おにゃかおにゃかプロからメッセージいただきました。ちょっと言ってありがとうございます。ちょっと近いだけないんで、はい、メイクはしてないんで、ありがとうございます。もう嬉しい嬉しい、誕生日プレゼントありがとうございます。もうすごいタイミングに届きました。ありがとうございます。これにちょっとこれから、これからじゃない、まあ、今後ね、また動画でこちらのウェアを着用してまた後日動画アップしていきたいと思いますので、ぜひまだチャンネル登録してない方、この機会にぜひチャンネル登録を、ついでにグッドボタンもグッドボタンも押していただくと、とっても今後の編集のモチベーションにもつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当にこの場をお借りして、おなかすみプロ、本当にこの度はたくさんの応募者の中から、ね、私を選んでいただきまして、本当にありがとうございます。でも嬉しいんです、本当に前々からPリーグをずっと応援してたので、すごくもちろん存在は知ってて、いつか一緒に投げてみたいなとすごく思っていました。まさかね、お会いする前にこういうグッズがお会いする前にこういうねグッズをいただけるとは本当に思っていなかったので、すごく嬉しいです。これ何かの何だと思うので、ぜひ一緒に沖縄に来た際には、もしくは私が本土の方に遊びに行く際にはぜひ一緒に投げてください。はい、ありがとうございました。本当にこれからもPリーグを引き続き借りながら応援していますので、ぜひ夜中スムレプロもプロチャレ等ですね、 Pリーグも楽しんで頑張ってくださいはい、ではこの辺にしたいと思います。ごめんなさい、またちょっと次の予定が立て続きにあるので、もうそろそろ最近30歳になりました私、崎山選手をですね、引き続きよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。